お、どうも、福住堂上のアルカディアです。先日ビジュアル系カラオケ1っていうのをキューブリックムービーのキセフエイトさんと一緒にやったんですけども、今回ね、ビジュアル系カラオケ2ということでやっていくんですけども、僕一人だとちょっと成り立たないんで、今回もゲストの方をお呼びします。お願いします。はい、ありがとうございます。カーティストやってます。パワータイプロックシンガーとして活動してます、田川由美です。もう声がでかい。お願いします。やっぱさすがっすね、パワー系なんで。喋りですら声量があるっていう。そのバグラグがすごい好きだということなんで、アカペラカラオケ採点バトル、バグラグ縛り。歌手なんで、いやほぼほぼもう僕の負けは決定というか。まあでもやってみなきゃわからんので、とりあえずやっていこうかなと思います。私カラオケ全然点数出ないんで。本当に全情報、プチ情報、この辺にまくれてます。じゃあラグラグさんですよね。はい、じゃあ僕からいきますよ。まあ僕がよくカラオケだったらセブンを歌いたいと思います。まあ素人でもプロで勝てるんだっていうのを本当に説明いつより gonna going going more than stay すせんだからさらちそう going のに恐れることないイメージを転がして君と入れれば冷めない僕の躍動をセブン。あ、これはやばいっすね、64点。お願いしますよ。はい、ちなみに曲は何でいくんですか。そうだな、どうしようかな。 R.I.P. 行きたいと思います。いや、めちゃくちゃいい。泣きたくて辛くて負けそうになるけれど、裸足でさっさとアピーパー、絶対いつも自分次第、始まりの鐘よ鳴り実際逃げる場所なんてない、近場根を越えてゆけ、始まりはこれからさ。でも違いますね、やっぱり違いますか。やば。85点。すごい頑張ったな。ちょっとこれもう僕歌う気ありますか。いやー、もう早速もう21点差ついてるでしょ、これ。もうこれそんなに開いてんだ。いや無理だ、これ100点取るしかないと思う。勝つには次は私が50何点の可能性もある。あ、そっか、うん、まあ泣きたくて辛くて負けそうになるけれど、果たしてって感じなんで、もういっちゃいますね。いや違うか。もうやるしかねえなと思って、もうギロチンでいこうかなと思います。いやもう許せない、今せんさい私が絶対、いや従うなね、ほら素直に手のひらで踊れ、です。もう俺はすべてを出し切った。82点です。だからこれ高橋さんが50点ぐらい出すのは俺は勝てる。大丈夫。俺は勝てる。ライブの鉄板曲ってありますよね。ありますね。こんなやつある。はい。曲名いいですか。サル。おお。87ですね。高さの勝利。イエーイ。
やもう何点差だ24点くらいいやでもまあこれはもう僕の実力ですよ。だってギロチン2回歌ったところで負けてるんだから参りました。リーダーやってんですよグループの。はいはい、あの2回連続ゲスト呼んでこの企画やって2回連続負けてんですよ。もうちょっとやばいってことなんで3回目は相手がもしくは香川さんかもしれないし、ね、誰かわかんないですけど次は勝ちます。